どうもココリア TV です。今日は、アイスでビッグサイズの MA1 をゲットしました。はい、まあ、韓国系のブランドとかからいろいろアウターが出てると思うんですけど、やっぱりそんな中でもアイスの MA1 がですね、特にビッグサイズですごく可愛かったので、私はそれの黒を購入しました。 MA1 といったら結構ね、もともとサイズ結構大きめかもしれないですけど、私的に韓国っぽく着るには本当にビッグサイズ、なんかメンズぐらいのサイズ感がすごく可愛いと思ってて、その MA1 にこうスキニーパンツとかそういったちょっと細身のボトムスを合わせるとですね、すっごくすっごく可愛いし、スタイルアップ効果もめちゃくちゃあります。なんか上がとってもボリュームがある分、顔とか足とかがすごく華奢に細く見えるので、とってもおすすめだから、ビッグサイズの MA1 を着るときはあんまり中は重たくせずにスキニーとかパンツスタイルが私は可愛いと思います。うん、ボトムスはそうです。スカートだったらちょっとこうタイトなスカートだったりとか、まあ、ミニスカートとかでも可愛いと思います。上がボリュームがあるので下をちょっと軽くさせたりタイトにする感じがすごい可愛いと思います。まあ、私もちょっと実際着てみてスタイリングしたので、よかったら見てみてください。はい、とにかくビッグサイズで、でもやっぱりもうメンズもう男女問わずですね、あの今って MA1 をすごく大きく着るのが可愛いっていう感じがあるみたいで、結構その MA1 を着てるといろんな人に聞かれました。それどこのとか、これメンズのだよねとか聞かれたりとかしたので、とてもとってもおすすめ。それがねレディースのアイスで買えちゃうので、まあでもちなみに185センチとかの男の子がその MA1 を着てもおしゃれに着こなせてました。まあ、長さとかはちょっと変わるんですけど、男の子でも着れるので、韓国のねオルチャンファッションとかするしたいとかそういう人はカップルとかにもおすすめだと思います。なんか黒とカーキがあるんですけど、まあ、色違いでもいいし、お揃いの色とかで着てもカップルとかで可愛いと思います。オルチャンカップルみたいな感じですごくおすすめなので、皆さんぜひアイスの MA1 チェックしてみてください。じゃあねー、アニョン。韓国情報だったり韓国エンタメ情報、オルチャンメイクだったりグルメだったり、とにかく韓国のことをいっぱいいっぱい発信してきますので、皆さんコメントやリクエストもどしどし募集しています。 YouTube のコメント欄、 Twitter なんかにも気軽にコメントしてください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。